はい、それではヒッタイ東国が滅び、エジプトが滅び、いろんな国が滅んでしまった後の空白のメソポタミアについて見ていきましょう。松井塾です。さあ行きましょう。空白のメソポタミア状態ということになったのが、ここがポイントになります。つまり国による統制が効かなくなった場合どうなるかということになるんですが、小規模の集団でまとまり合うという形になるわけです。つまり小規模な要するに力のある個人が要するにある一定の地域を治めてしまうということが、要するにあちこちで起こってしまうということになります。はい。では、この小規模な集団、国レベルに達していないけれども、小規模な集団たちがどういうふうにやってきたかということになります。で、基本的に大事になってくるのは、金。金が一番重要になってきますので、皆さん覚えておいてください。つまり、何で金を儲けるかというのが大事になってきます。人と金と物を集める。これが基本です。いいですか。人と金と物を集めたやつが強くなる。ということになるので、これを要するに見ていきましょうということになります。空白のメソポタミアでは小規模な軍団として、はい、これちょっと間違いがちなんで、覚えておいてください。セムゴ系のアラムジンです。いいですか？アラムジン。いいですか？アラムジンじゃないですよ。人いますからね。アラムジンという人はいますから。アラムジンじゃないですよ。はい。アラムジンというのがいます。はい。で、アラムジンがどうやってお金儲けをしたのかということになるんですが、ダマスクスで貿易をします。いいですか？これダマスクス貿易じゃないです。ダマスクスっていう場所があります。ダマスクス。現在のシリアに位置するところにあるんですが、ダマスクスっていうんで、ここで貿易をやります。要するに物を輸入して物を輸出して、物を輸入して物を輸出するみたいな感じで、貿易によってどん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 発展していくというやり方ですね。はい。ということで、このアラム人が貿易によって金を手に入れる。そしてある一定の勢力を誇る。そしてアラム語とアラム文字を作って、自分たちのところで自分たちの要するに国、まあ国みたいなものを作って自治して統治していくというふうなことになっているのが、このアラム人のダマスクス貿易ということ、ダマスクスで貿易をするということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。他の、小規模な軍団あと2つほどありますので、そちらの方もしっかりと見ていきましょう。よろしいでしょうか。はい、それでは失礼します。